大家好，我是 Happy。今天我想和大家分享一下日语朗读。夏目漱石。坊ちゃん。親譲りの無鉄砲で、子供の時から損ばかりしている。小学校にいる自分、学校の2階から飛び降りて1週間ほど腰を抜かしたことがある。なぜそんなむやみをしたと聞く人があるかもしれん。別段深い理由でもない。新築の2階から首を出していたら、同級生の一人が冗談に、いくら威張ってもそこから飛び降りることはできまい、弱虫やーい、と生やしたからである。小遣いにおぶさって帰ってきたとき、親父が大きな目をして2階ぐらいから飛び降りて腰を抜かすやつがあるかと言ったから、この次は抜かさずに飛んでみせますと答えた。親類の者から西洋製のナイフをもらって、きれいな刃を火にかざして友達に見せていたら、一人が「光ることは光るが切れそうもない」と言った。切れぬことがあるか、何でも切ってみせると受け合った。そんなら君の指を切ってみろと注文したから、なんだ指ぐらいこの通りだと右の手の親指の甲をハスに切り込んだ。幸いナイフが小さいのと親指の骨が硬かったので、いまだに親指は手についている。しかし傷跡は死ぬまで消えぬ。